題は平成18年連憲第2種理論の問題です。問題の解説にあたっては、実際に出題されている、内容と若干異なりますが、解説は全て同じになりますから、よく聞いておいてください。まず、ここのところにプラス9クーロンの電荷を与えます。そうするとお茶はマイナス9クーロンになります。いいですね。はい、電荷を与えてみます。そうするとここのところに、はい、電極ができます。はい、こういうふうに、電極ができます。いいですね。そして、ここの面積を S としておきます。こちらのところも電極板の面積は S としておきましょう。そうしますと、はい、電極の数は電極、プサイで表しましょうか。はイコール、はい、これは電荷の大きさと同じになります。9クーロンとして与えられます。いいですね。したがって、はい、電極密度、D は電極が出てますけども、これは面積 S から出てますから S 分の ψ、 イコール S 分の9クーロンパー平方メートルとなります。いいですね。これが電極密度になります。電極密度も有電体に関係なく、ここの電極の数も有電体の中の電極の数も同じになります。はい、次に、はい、電極密度、密度、はい、D と、はい、これはクーロンパー平方メートルだったですね。と、はい、電荷の強さ、E、ボルト、パーメートルの関係、はい、関係は D イコールイプシロン E っていう関係があります。これは大変重要な公式ですから必ず覚えておいてください。はい、そうしますと、有電体、すなわち絶縁物の中の電荷の強さを E の X としましょう。はい、空気中の電荷の強さを E の0とします。いいですね。こういうふうにやると、はい、D はイコール、 D はイコール、はい、こちらからいきますかね。絶縁体の
ところを矢先にやってみましょう。そうすると、ここは、イプシロン0、はい、イプシロン X、いいですね。E の X となります。したがって、はい、EX は、はい、イプシロン0、イプシロン X 分の D。いいですね。はい、D はここにありますから、これは、イプシロン0、イプシロン X、S 分の Q として与えられます。いいですか？こういうふうになります。はい。次に、空気中の電解の強さ。これは、D はイコール。イプシロン0、E0 で与えられます。空気中の場合は、イプシロン非誘電率が1ですから、このようになります。したがって、E の0は、はい、イプシロン0分の D となります。したがって、これは、はい、イプシロン0、S 分の Q となります。単位は電解ですから、ボルトパーメートル。いいですね。はい、ここもボルトパーメートルとなります。以上が平行板コンデンサーの電解の求め方、それから電速密度の求め方の説明になります。はい、それでは静電容量を求めてみましょう。はい、ここで誘電帯に、すなわち受電帯に加わる電圧を、これを V0 としておきましょう。 V の X、 いいですね。そして空気中に加わる電圧を V の0としておきます。そうすると全体の電圧を V としておきましょうね。こういうふうにしておきましょう。そうすると、はい、V0 はイコール E0 かける電解の強さかける距離、はい、D マイナス X となります。はい、これは E0 はここで書かれてますから、いいですね。ここにこう電解の大きさ、これが、空気中の電解の強さです。したがってイプシロン 0S 分の、はい、D マイナス X かける Q となります。次に VX は、はい、E の X かける X
イコール、はい、ここでの有電体の大きさは、いいですね、電解の強さはこうですから、イプシロン0、イプシロン X、非有電率はイプシロン S、X、S 分の X キューとなります。はい、単位は共にボルトです。いいですね。こういうふうになります。したがって電位 V は V0 プラス V の X イコールイプシロン0 S 分の D マイナス X キュープラス、はい、イプシロン0イプシロン X S 分の X キューブとなります。いいですか。したがって、分母を揃えておきましょう。はい、イプシロン0イプシロン X S とやれば D マイナス X イプシロン X プラス X、 いいですね。はい、そして Q となります。はい、したがって静電容量 C は V 分の Q ですから、はい、V はここで求まっています。はい、イプシロン0、イプシロン X、S 分の D マイナス X、イプシロン S プラス X、Q ですかね。こうカッコして Q 分の Q となります。したがってここで Q が消えて、はい、これとこれ消えて、静電容量 C は、D マイナス X イプシロン0プラス X 分のイプシロン0イプシロン X S となります。いいですか。こういうふうになります。しかし、これはイプシロン、SX、 いいですね。これもイプシロン X です。はい、しかしこれは回答欄にありませんから、これをさらに書き換えると C イコール X で、くくってみましょう。そうすると X でくくるとこれは1ですね。はい、X でくくるとマイナスイプシロン X の X
プラスですね、D イプシロン X と D をかけたものになります。 D イプシロン X、 はい、上はイプシロン0イプシロン X S となります。はい、単位はファラドです。はい、これがここの静電容量になります。いいですね。はい、またここで問題によりイプシロン X は1よりも大きい、まあ一般的にはすべて非誘電率は1より大きい値になっています。したがってこの式は常識を変形すると変形するはい、C はイコール静電容量 C はイコール D イプシロン X マイナス、いいですね、イプシロン X マイナス1の X となります。ファラド、いいですか。これが分かりやすい一般的な式になります。そこでここでちょっと見てください。 X が大きくなると、これは分母が小さくなる、すなわち反比例しているということが分かります。したがって縦軸に静電容量 C を取り、はい、横軸に X を取ると、 X を取るとどのようになるかというと、これは形になってくる。すなわち反比例ですから、こういう曲線になって上がってきます。いいですね。もし X が0の時は、はい、X が0の時は D 分の、はい、これこう消えるからイプシロン 0S になります。ここは D 分のイプシロン 0S となります。そして、X が大きくなると徐々にこの静電容量は大きくなっていく、このことが分かると思います。以上がですね、この問題の静電容量とこの X とこの距離でですね、X のこの誘電体の大きさの距離と静電容量の関係の、グラフが理解できたと思います。次に、はい、これ見てください。絶縁体の厚さが4分の D の時、この間隔のですね4分の1の時、この時の静電容量を C1 とします。そして今度はこちらの場合、はい、間隔に比べてこう絶縁体がですね同じ間隔線ですよ。こうやっておきましょうかね。誘電体だけを4分の 3D まで大きくこうしたわけです。
その時にここの誘電帯、静電容量が同じになったで、いいですね。その時のこの非誘電率、この絶縁体の誘電、非誘電率を求めてください、こういうふうな問題です。それではやってみましょう。はい、先ほど求めた式でこの式があります。したがってここに C1 として入れてみましょう。はい、イプシロンゼロかける、はい、12かける S、 いいですね、ここのこれです。イプシロン、これがこういうふうになってます。はい、1マイナス12かける、はい、4分の D プラス、D かける、はい、12となります。はい、そうするとここは Y0 かける12かける、はい、Y0S になります。下は、はい、これは4分の11ですけども、これマイナスですね。D プラス 12D となります。はい、分母分子に4をかけてみましょう。そうすると、Y0 かける48、はい、かけるイプシロン、あ、かける S、 はい、ここはマイナス 11D プラス、はい、12に4をかけたから 48D となります。したがって37D 分の、はい、48、はい、イプシロンゼロ S となります。いいですね。これはこちらの方から求めたわけです。では今度はこれをやってみましょう。はい、やはり静電容量は C1 ですから、はい、C1 イコール、はい、1マイナスイプシロン R4分の 3D プラス、はい、D かけるイプシロン R、 いいですね、この式をに代入してます。はい、イプシロンゼロかけるイプシロン R かける、はい、S となります。したがってこれは4分の3、はい、1マイナスイプシロン R 分の D、
4分の3 1 マイナスエプシロン R D プラスエプシロン R D となります。上はエプシロン0エプシロン R S となります。いいですね。はい、これはさらに分母分子に4をかけてみましょう。そうすると、はい、3括弧1マイナスイプシロン R、はい、プラス4イプシロン R D となります。はい、上は4イプシロン0イプシロン R S となります。いいですね。したがってここでこの静電容量 C1 ですから、はい、この C1 はここの C1 これと等しくなければいけない。したがってこの式と、はい、この式とこれは等しくなければいけない。いいですね。はい、それではここに37D 分の48イプシロン 0S イコール3括弧1マイナスイプシロン R プラス4イプシロン R 分の4イプシロン0イプシロン R となります。いいですか。こういうふうになってきます。そうするとここで、はい、必要なものは消しておきましょう。S もイプシロン0これ消えます。はい、さらにここは12、はい、ここはこういうふうになってこれが1になります。いいですね。はい、ちょっと整理しておきます。37分の12イコール、はい、3マイナス、はい、これはマイナス3イプシロン R プラス4イプシロン R だからプラスイプシロン R となります。上は1イプシロン R だからイプシロン R となります。こういうふうな式が出てきました。はい、それではここちょっと狭いものでこちらの方に書かさせていただきます。はい、これを移行しましょうね。そうすると36、はい、プラス12イプシロン R イコール、はい、37イプシロン R となります。いいですね。そうすると、はい、これはこれ移行すると36はイコール、はい、25ですか。したがってイプシロン R はイコール25分の36イコール、
36÷25 は 1.44。 となります。これが答えになるわけです。